こんにちは。今日は絶対値第2回です、ね。前回絶対値の定義から、ね、スタートして、絶対値を外すにはちゃんと倍分けが必要なんだよということ、でその倍分けの仕方をいろいろと、説明したわけです。で今日はそれを受けて、じゃあ実際どんなことができるのかということで、グラフを書いてみたり、ね、さらにちょっと急に難しくなる感じがするんですけど、方程式の実数解の個数を調べたり、ね、ここでもグラフを使います。ということで、そのグラフを書くことによって一体どんなことができるようになるのか、ね、そういうお話です。今日はこの2番が最終目標ですね。ではやってみましょう。早速、はい、前回のまだ動画を見てくれてない人は一旦ここ止めた方がいいかもしれないな。で定義からもう一回確認しておいてほしい。さて、はい、このグラフです。絶対値を外す時のもう大事なポイントは、この中身が0以上か0未満かという、ただそれだけです。その倍分けをするだけです。で早速やってみますと、 x-2 が0以上ね、中身がね0以上で、これちょっと中途半端な式なんで、つまりとこうしときましょうね。こういう親切さも必要ですよ。こんなままほっといちゃダメだよ。ちゃんとこうやって直して、ね、で中身が0以上だったらもう当然そのままでいいんです。記号消えますね。はい、2番、今度は x-2 が負、つまりこの時2より小さい、 x が2より小さい時です。そうするとこの前勉強した話なんですけど、こんなことしましたね。負の数にマイナスつけて正の数、ね、今 x-2 は負の数です。その負の数にマイナスをつけることによって正の数に強制的にね、強制的に正の数にしてしまおう、そういう話でした。絶対値ってのはそういう役目があるんですよ。強制的に正の数にしてしまえっていう ね負の数ではなく正の数で、これをまとめたものがこのグラフです。縦軸書くときにね、いつも真ん中じゃダメだよ。やっぱね、2以上とこの2以上と2以上と2未満のところに着目して、ちょっとねこのくらいにした方がいいですね。この辺に2って書こうか。はい、これ2のところに縦線入れて、はい、最初は2以上ですからこっち側です。もう一つ次の後半のところは2以下ですから左側ですね。ここのこの境界線大事ですからね。で、見ての通り x が2以上の時にはこういう傾きが1で、切片がマイナス2の直線です。切片マイナス2というのはここです ね。でこういっちゃダメだよ、ね、ここ関係ないからね。関係ないところは点線にしといてね。でここからビューっていくわけよ、ね、このエリアに入った瞬間ピューっと普通の線で書いてください、ね、左側のエリア、今度は傾きがマイナス1で切片が2です。切片2はこの辺ですかね。でここちょうど自分のエリアだから、もうキラキラ輝きながらこう線引いちゃってくれな。ということでこの部分だけ、はい、こっち側はもう関係ないですけど、まあ、点線入れときましょうか、ね、だからそれぞれのエリアにおいて式が変わってくると、だからこっちのエリアではこれのこの y イコールマイナス x プラス2で、こちらのエリアだと y イコール x マイナス2というふうにね、それぞれのエリアで役割分担していることになるわけ、ですよ、ね、はい、これでおしまいです。グラフ簡単です ね、中には下半分を折り返すんだという考え方でやってる人もいると思いますけど、まあ、今日はそんなことはなしにしてちゃんと倍分けをしようと。さあそれで次なんですけど、放物線に絶対値がついてますね。このグラフ、このグラフもやり方同じなんだよ。全く
今日同じ。いきますよ。中身、中身、これまず書いてください。まず中身が0以上、いきなりここにね、X がどうのこうのって書くのはダメよ。できないよ、そんなの。無理だよ。ね。で、ここでね、つまり。はい、計算用紙使ってください。ここで、計算用紙。ね。計算用紙使って、これを計算するんです。X マイナス、X マイナスで、こうやっといて、こうすればちょうど符号うまく一致するから、こうだよなと。ね、二次不等式を解くわけです。こうやってどっか、他のところに計算してそれをそのまま書いてください。ああ間違えた、マイナス1かな。こっちを消しちゃおうかな。の時、ね、はい、はい、こういうふうな計算ね、余白を使ってやってもらえばいいですから。で、絶対値外すんですけど、中身が0以上だから、これはもうこのままでいいですね。で、実はこのグラフ書くときに、因数分解も役に立ちます。ね、因数分解することで、X 軸との交点が分かります。で、それからもう一つ、平方完成も大事な変形の一つです。ね、頂点が分かるんだよね。読むの急だな。頂点の座標が分かるわけです。だから、X 軸の交点が分かる。だから、頂点の座標が分かる、ね。で、もう一つ。こんな感じですね。同じように、中身が、さっきは0以上。この中身が負、ね。この不等式も解くんですけど、さっきの不等式とこの不等号が違うだけですから、今度はマイナス1と2の間と、ね、こういうのはもう絶対値とは全然関係なくて、二次不等式の世界の話ですから ね単元としては全く別な単元です。だから本当とっかかりの部分だけなんですよ、絶対値の処理っていうのは。だからそれさえできれば、なんだただの二次関数じゃんっていう話なわけ、ね、さあこれも y イコールこうなんですけど、実はね、よく見てもらうとね、なんだこれ、マイナスがついてるだけじゃんか、ね、マイナスがついてるだけじゃんということで、じゃあマイナスつけとこうか、全部こっちもね、こんな感じなんですよ、ね、こっちとこっち違うのはマイナスがついてるだけです。じゃあそれをグラフにしてみるとどうなるかといえば、はい、今度はマイナス1と2、この場合分けの範囲がこうやってね、マイナス1と2という2つの値が出てきますから、こことここに線を入れて、最初はこの 2箇所ね、この2つの両サイドの領域で、そこでこのグラフを書いて、で今度は真ん中のこの領域で、あら1になる、1だよね、1、これ2ね、こっちの式でこの真ん中の領域、真ん中のエリアのグラフを書けばいいわけですね。青い軸いいですかね。はい、行きましょう。この放物線、こういう下に凸な放物線で、頂点がマイナス2分の1、あ、違った、2分の1、コンマ、マイナス4分の9ってこの辺りかな。実は頂点関係ないんですけどね。で、こっから放物線書くんですけど、ここ通ります。さっき因数分解しました。因数分解した時にマイナス1と2が出てきました。で、ここを通るんですよ。ね、こう上がって。で、この両サイドだから、こっからこれ、そしてこっからこれ。こういう感じで。ね。放物線のこの端っこの部分だけってことになる。で、真ん中はじゃあどうかというと、それを見てごらん。マイナスの粒だけだよ。ひっくり返ってんだよね、結局。ね。
まあ、このままいこうか。頂点2分の1コンマ4分の9、4分の9、ちょっとこれとちょっと反対側です。ここですね、頂点が。で、同じようにこうこう来るわけですよ。で、さっきも言いましたが、マイナスがついてるってことは結局この部分を折り返してるのと同じなんですね。線対称ね、線対称に、まあ、折り返した形。やっぱこういう切片ぐらいは書いておきたいところだね。2ぐらいはね、書いておこう。いいですか。だからこういうふうにヒュッヒュッヒュッと、ねね、こういうふうに、グラフが書けるわけです。さあ、大したことないじゃないですかどうなんだこれ。結局ね、倍分けができるかどうかだけなんだよな。もうそれに尽きるね。さて、それじゃあ最後、まあ、ちょっとこれと話がちょっと被る部分があるんですけど、まあ、最後というか、まあ、今日は問題数少ないんですけどね、いきますよ。よいしょ、いきます。方程式、実数解の個数を言えと。実数解の個数、ね、この問題まだ分かりやすく書いてありますね。左辺が二次関数で、右辺が定数です、ね、定数分離という言葉を聞いたことある人 いると思うんですけど、まあ、数二の最後の方、微分の応用のところ辺で出てくる言葉です、ね、これは実数解の個数というのは結局2つのグラフ、これとこの左辺を y イコールにしてグラフにする、この右辺も同じく y イコール k にしてグラフにする、この1と2のグラフ、この共有点の個数が実数解の個数に等しいと。実数解の個数、文章長いな、ね、ここだけなんです大事なのはね。で、まあ、今回のテーマである絶対値の処理なんですけど、もう先ほどこれ同じ絶対値でやってます。さあ早速いってみようか、ね、一番まず絶対値外すにはいいです。あ、その前にね、その前にごめんなさいね、丸1についてこれ書いておこう。はい、中身ここに丸しちゃってるな、これももういらないな、ここに丸しよう。これ絶対値の中身、もうさっき計算したからそのままいく。これは中身が0以上、絶対値の中身が0以上、すなわちこの二次不等式を解いた範囲、この x の範囲の範囲において y イコール絶対値の中身0以上だから、そのまま外します。で、そして続きの x マイナス2もそのまま書けばいいだけです。あ、 x が消えちゃいました。あ、とても簡単な式になりました、ね、もう一つ、これもさっきやりましたね。今度はマイナス1と2で挟まれる範囲、ね、この挟まれる範囲の時、ね、だからさっきのさっきグラフ書いた、こういうさっきこんなグラフ書いたんですけど、これと違うのはこのおまけ付きっていう話だけなんですよ、ね、まあ、ちょっと実際やってみればどんな形か分かるでしょう、ね、はい、負の数にマイナスつけて正の数に直したわけだ。絶対値が外れた。で、そして続きのこれそのまま書くと、ただマイナス x2 乗O をマイナスプラスプラス 2x でプラス2のマイナス、これは消えましたね、
ね、こうですね。でグラフを書くんですけど、まあマイナス x、 はい、マイナスこの、うん、凡人こそやらねばならぬ時短術かこれもやりましたけど、平方完成、まあ、こんなん一発でやってくださいね。マイナスでくくるとここマイナス2になります。その半分でマイナス1でカッコ2乗、ね、定数項は1は、マイナスがつくからマイナス1だ、定数項マイナス1だからもともとなかったわけなんだ、だからプラス1にしないと、もともと定数項なかったんだからこれでプラス1で調節してやればいいです、ね、はい、準備は完了です。準備完了、いくよ。じゃあグラフ書くよ。さあこのグラフがね楽しいんだよこれ。こういうグラフ書くのが楽しくなってもらわないと数学絶対成績上がらないからね楽しいんだよ絶対ね。いきます。やっぱりマイナス、この辺に行こうかな。マイナス1の1,2と、ここにまた線引きましょうね。まず1のエリア、ね、1のエリア、そして2の、ね、それぞれ1番の場合分け、2番の場合分け、ね、それぞれでもう領域バーのエリアが決まってますから、はい、こっち行こうか。これ y イコール x2 乗マイナス4をその両サイドの領域だけ書きなさいと。マイナス4、1、2、3、4、マイナス4、この辺に来ますね。でここ頂点なんですよ。こういうふうに放物線ができるんです、ね、で基本的には x の2乗という形だから、ここ頂点1いったら1上がる、2で4上がってここになる、ね、こういう感じのグラフになるんだけど、ここは書いちゃダメなんだよ、ここは書いちゃダメなんだよ、ね、今関係ないエリアだから、ね、でこのまま点線でいきましょう。点線点線点線、ここを通るぞってことだけ確認して、こうこうだ、ここなんだ、ね、じゃあ左側はどうか。同じようにここ通ります。点点点点点点点、ガクルガーッと上がっていって、ほいっと、もうちょっと膨らむかな、このくらいにしようかな。いいですか、こうやってグラフを書くわけです。じゃあ真ん中の領域、真ん中の領域の場合は頂点が1コンマ1でひっくり返ってます。1コンマ1でで上に突す、これもここから1で1、こういうふうに今度はここ実線、こういう感じ、ね、で点点点点で、こっちはそのまましばらく両エリアを通ってるか、このままこのままいきます。なんと綺麗にここでつながるんですよ。このつながった瞬間とても嬉しい、すごく快感を覚える、この時にね。だからそういう喜びがないと数学ってやってられないんですよ。つながった、嬉しいって絶対思ってくださいよ、ね、そういう喜びを少しでもね感じてもらえると、みんな数学大好きになるんでしょうけどねそうなってほしいんだ。はい、出てきました。今これが、最初の、丸1のグラフです、ね、そこに丸2のグラフを、ね、これ書き込むんです。やる、はい、ここに書いたら y イコール k ね。だから共有点1個で1個2個2個ですね、共有点2個ですね。でまあこの辺に引いても2個ですね。でここに来ると接点出てきますから、1個2個3個ね。さらに少し下がってこの辺になると、もう1234、あすごいぞこれ、実数が4個もあるぞと、ね、でちょうど X 軸上に来た時に1、2、3、ね、3個で、さらに下に降りてくるともうこっちなくなって、今度はここだけだね、2個で、このとんがったところ、この角のとんがったところを通る時が1個になる。で最後もっと下の方に行くと0個ということなんです。で今図に書いたことをそのまま上から順番に K が、ね、
1項1ですから1より上だったら実数解は2個です。で、そして K イコールちょうど1の時、ね、これが1、2、3個だな。こんな調子で、今度はこの4個の状態ってこれ0と1の間、感じであと全部書いていくんで、最後のこの K が、マイナス3、これ書いてなかったな、マイナス3より小さいとき0個ということで、これを最後全部まとめて、これ答えです。実数解の個数を調べてきた、途中全部自分で書いてみてね、もうこの図を見れば全部わかるからね。234、234、3210、3210とかの電話番号みたいな、ね、ということで、こんな感じでグラフさえ書ければできることっていっぱいあるんです。これまではちょっとグラフどころか絶対値外すことさえできなかった人は、そこをクリアすれば次の世界が見えてくるんです。で、本当に極端なことを言うと偏差値10ぐらいすぐ上がっちゃいます、絶対値ができるようになれば、ね、頑張ってみてください。じゃあまた、この第3弾考えてますのでね、次回の動画でまたお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。